おー、ここは妖精の、だいぶ初めの島とね雰囲気違うね。リュウンが言ってた場所ってここ？そうだよ。だいぶ雰囲気違う。本当にキルコのお家違うね。すっごくメンヘンチック。童話に出てきそうななんとも不思議な場所やな。とりあえずどうしよっか。周りにも妖精が何人かいるけど、多分魔導海賊の宝について知ってんのはキルコの家に住んでる妖精さんじゃないかな。家があるってことはおさっぽい感じもするし、今回は最初から全員で行ってみよう。せやな。さすがにここには船に行ってそうな補給物資もなさそうやし、どんな妖精さんがいいのかな、ワクワク。わっ、エリクサ売ってる、エリクサ売ってるエリクサ売ってるぞおい妖精の薬1000。なるほどねー、エリクサ売ってんのか。これはなかなか使えないわ、確かに。わかるって3人になってるしな。いいね。いいね、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 いいね。ムキムキエクリエルにまた一歩近づいたね。装備買うのも基本的にエクリエル中心になってるんですよね。もうここまで来ると。もうここまで来るとエクリエルに全て全振りしてますよね、僕。だから他の方々、リュミエルなんてまだ初期装備やしな。え？え？のぼらー、人間がベータな里を訪れるなんて珍しいのらー。こいつ、妖精か？かわいい！そうか？あなたがここの妖精さんたちのお皿の？そうなのらー。僕の名前はソンソン。このベータの里の妖精のお皿のらー。ほんまにお皿か。ずいぶん緩い感じの妖精やな。そこがいいとこなんだよ！おお。ねえ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 、ソンソンちゃん、私たち、魔導海賊のお宝を探してるの。何か知ってるところはない？ずいぶんとがっつく娘さんの欄に。妹がこんなんでごめん。あと、エクリエル、金の姫になってるよ。ごめんね、つい。別に気にしてないのら。それで、魔導海賊の子のお宝のらね。それなら北にある建物にあるのら。それってさっきオイラが見た。なんや、結局そこなんか。それはここに寄る必要なかったんちゃう。そういうわけにはいかないのら。北にある建物は密林の霊廊との呼ばれている場所のら。そこは僕たちが住む前に暮らしてた人間たちのでっかいお墓なのら。もう何百年も以上も手入れされてないし、中はアンデッドがうようよしてるから普段は入り口を封印してるのら。アンデッド？どうしたの？もしかしてリュウオン、お前アンデッド苦手なのか？そんなことないよ。めっちゃ動揺する。こいつは黒やな。話を戻してもいいのら。その入り口の封印を解くには僕の力が必要なのら。もしかして封印を解いてくれるの？もちろんなのら。魔導海賊のお宝を求める者が来たら封印を解くように言われてるのら。ということで、封印を解きに一足先に密印の霊廊に行くのら。君たちも準備してから来るのら。行っちゃった。一緒に行きたかったなぁ。それよりリオン、本当に大丈夫か？平気だよ。物を売ってる妖精もおるようやし、準備ができたらあのゆる妖精追いかけてみようか。
あ、来た。来たのらね。封印はすでに解いてんのらよ。中はアンデッドの巣窟。君たちも仲間になれないよう気をつけるのらよ。おっかないこと言わないでよ。やっぱ怖いんじゃん。お前だけここで待ってるか。うー、それも嫌だよ。じゃあ戦う時以外、私がリオくんの手繋いでてあげる。そうすれば怖くないよ。うん、お願いエクリエル。な、リオお前。お、なんや、やきもちがリオ見える。そんなんじゃないけど。君たち、早く行かなくていいのら。封印が解かれてる間に外にアンデッドが出てくるかもしれないのよ。そうだよ、早く行こう。やれやれ、ソロエもそうやってまだまだガキやな。おお、ここにいてくれるんだ。アンデッドは炎や光の攻撃に弱いのら。覚えておくといいのらよ。それと、あー、中には毒や幻状態にする攻撃をするやつもいるのらから、緑の薬とか装飾品とか悟り用意しておくといいかもしれないのら。ありがとう。じゃあ行ってきます。ちょっと待ってください。ここになんかあります。さあ、いましたね。頼もう！ほんとだ！ゾンビしかいねえ！なにこれ？チェック。ここは我らにとって安息の地である。決して荒らすことなかれ。これからやろうとしてることってここを荒らすようなものだよね。まあ、気にしな負けや。そうやな。思いっきりゾンビたち倒しに行かなあかんねんな。ゾンビたちを思いっきり吹っ飛ばせれな。今からやることって。で、宝箱もどんどんこうやって手に入れなあかんねんな。イニシエルラブレターとかさ。まあ、ここを嵐に荒らすんやんな。まあ、墓嵐やな。確かに言ってしまえば。なんだ？チェックがあまりにも多いけど、なんだろう。天使の食材に火を灯せ。食材は隣の部屋に。ほんとだ。三つある。火をつけてみる。天使の食材って何？っていう話やから。だからさ、この像が、何か、表してんじゃないの？これが天使じゃないの？真ん中の。だから、全部つけるんじゃなくて、これ多分ね、あれなんだわ。間違ったものをつけると襲ってくるんだわ、多分。そんな気がしないでもない。じゃあ、ここに行きます。ほい。おー！そして宝箱が出るわけか。どうやらこれが天使の食材だったみたいだね。おー、インシルコブレット。じゃあ、他二つやったらさ、やっぱり魔物出てきてたんかな。ちょっと気になってんな。墓や。トゥーム。トゥーム。墓やな。お墓さんやな。じゃあ、行くか。サンシャインか。サンシャインの方がいいのか。ブラックスピアより。サンシャイン使うか。どんなもんか、どんなアニメーションか見たいしな。ガード、とっておきなよ。強い。うん、サンシャイン強いな。やっぱゾンビだしな。もったいないゴースト。もったいないゴーストおるやんけ。もったいないゴーストや。もったいないお化けじゃなかったっけ、君の名前。もったいないお化けじゃなかったっけ、君の名前。もったいないゴーストになってんだね。もったいないお化けじゃなかったっけ。俺が知ってんのはもったいないお化けなんだけど。人参アッパー、やっぱ人参アッパーしてくんのね。スロー、味が下がるやつだ。まあまあまあ、味下がったところでよ、逆を言えばこっちは完全高校になるってことだ。わかりやすいね。エリアー73。いやー、避けるね、君。おら、行くぜ。よし。
ん？あれ？ちょっと待ってください。マジックポイント20回復って書いてあるじゃないですか。エクリアに使うじゃないですか。15なんですけど。ちょっと待ってよ。ちょっと待って待って待って。詐欺や。詐欺にかかった。くそー。あの寄せ詐欺しやがったな。あの寄せ詐欺や。20回復って歌っとんのに15にしやがったな。詐欺や。こいつ、やりよったなぁ。エクリエルのさ、あの、マジポイントめっちゃ使うからさ、すぐわかるわ。なもん。エクリエルに関することやったらすぐわかってしまう。悲しい坂やなぁ。ここは、地下、墓地か。ほう。さっきまでお風呂と違って生々しすぎて怖いよ。そうか？棺桶に収められてる分まだマシや思うで。世の中棺桶に収められてそのまま葬られる地下墓地あるっちゅう話やからな。私マリス先生から聞いたことあるよ。そのまま埋蔵されてるから、壁一面人骨だらけの場所なんだって。リオーン。そう聞くとここがまともに見えてきたよ。ほう、チェックチェック。床の十字架の先に道はある。なるほど。でもちょっと待って。あのね、まだね、行ってないルートあるんだよね。ちょっとここさ、飛び抜けてんだよ。16か18とかが。13、14、15、16、17が飛び抜けてるから、ちょっと探しに行きます。戻ります。これやな。印紙の弁当箱。これが17か。15ゴールドしかねえか。値打ち、値打ちどないなってんの ?17、18、19。あと、まあ、5つってこところか。よし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 。十字架のね、床の十字架の先に道があるということでですね。ありましたありました隠し部屋大丈夫ですよが。ほいほいオッケー、へい、ミミックじゃなくてよかったぜ。これ大丈夫なの？墓嵐にも踊ってもがない。墓ばっかじゃん。やったね。十字架の先に確かに道あったわ。ありがとう。え？来たね。明らかに、もう、おごそかな扉が。ありますね。そこに。一応お宝なんですけど、ガーッとやってって、24。13から始まりの13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24と集めてきたんで、これで大丈夫と思います。さあ、残るはボス戦ですね。さあ、どんなボスが待ち構えてるのか楽しみです。行きましょう。強敵の気配がするな。扉を開ける。うわあ！ゴーストだ！これはまた生きのいい聖者がやってきたわい。私はリッチ。そのままやん。そのままやん。この霊道で死者の眠りと第三の島も鍵を守るものである。そなたは宝を手に入れるため第三の島の鍵を求めてきたのじゃな。ああ、その通りだ。ならば私と戦い勝つのじゃ。勝てばそのために限るとなるもの、死者のオーブを渡そうぞ。じゃが負けた場合は、キシシシ。我らの新たな仲間となってもらおうかの。な、死者の仲間になってまっぴらごめんだよ。行こうみんな。この戦い、負けるわけにいかないよ。さっきまで怖がってたやつはよう言うわ。でもリオン君らしいよ。僕たちだってまだ行きたいし、聖者の力、思う存分見せてやろう。さあ来た！リッチ！うわ怖っ！すげえリッチだわ。さあ問題はこいつだ。さあどう戦っていく。まずはディフェンド。えいやー！
滑空とかあんま使わないんだよな、実際。実際この2人って攻撃ばっかしてんだよな。41、えいやー !65! ディフェンド間に合った。よし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 。シールスキル、あ、沈黙、誰かかかった、沈黙。かかってないね。それはでかい。エクリエルが特にかかると、ものすごいことになるから、もう攻撃しかできなくなっちゃうから、シールスキルはやばいな。えいやー、攻撃、攻撃。まあ敵は一回行動だね。でも、この前の回転ラリアットみたいになんかある可能性はある。ダブルアタック痛いよ。結構強いな。50くらったな、クリムが。この前の回転ラリアットみたいにある程度 HP を確保しとかんと、強力な全体攻撃が来る可能性って、まあ、なきにしもあらずだからな。えいやー、ファイアボードッキリ、残念ながらドッキリ誰にも効きません。ダークネスゲート、そういうのが来るってことを見越して、癒しの風があるんですね。癒しの風がありますよ、こっちには。全体回復の。攻撃、全力だよ。150回復すんのか。結構回復すんな。よし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 、大丈夫、順調。攻撃攻撃。どうしてもリオンとクリムの使い方が分かってないな。攻撃攻撃になっちゃってんだよな、この二人。OKOKOK。そのままそのまま。ディフェンド切れそうだから、もう一回かけて。リッチもうちょっとで倒れる。えいやー、アイスラスト、おい、ミス、終わらせるか、サンシャインで。サンシャインで多分終わるぞ、多分これ。多分。とっておきだよ、サンシャイン。あ、オッケー、綺麗に決まった。よし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 。コングラシュレーション、やったねー。レベルアップしねえ。ケチ。聖者の力見せてもらったぞ。よろしい。この死者のオーブはそなたらのものじゃ。死者のオーブを手に入れた。いや、なんか死者のオーブっていう響き嫌だな。ありがとう。キシシシシ。勇気を見せてもらったぞ、竜神の子よ。その勇気があれば、この先も大丈夫じゃろう。さて、私は疲れた。少し眠りにつくとするかの。願わくば、これが永遠の眠りになることを頼んだぞ、人の子らよ。よし、船に戻るで。船に戻るのはいいんやけどさ。ああ、まあ、強制送還ね。あのさ、あのゴーレムも言ってたよね。これが最後の眠り、使命となることをとか、どうなんだろうね。ということはね、あー、無事に出てよかったよ。ずっと冷や汗かいてたし、片足がベトベトだよ。森の中も湿気がすごかったし、お風呂でもあれば入りたいな。ならば次の島を打ち付ける島かもしれない。すいませんね。スッと来たな。来たな、ファントム。いい加減、警戒解いてくれませんかね。あなたの船を荒らそうなんてことしないですし。それより、うってつける場所ってどういうこと？その前に死者の応募を。続きは第三の島を出現させてからお話ししましょう。さあ、第三の島の鍵が開かれるわけだ、これで。おお！うわあ！いや、恐ろしいわ！アニメーション恐ろしいって。街だ！あれが第三の島。あの島には温泉のある村があります。温泉のある村！
きっとあなたたちの疲れも癒してくれることでしょう。温泉か、ちょうどいいね。それで肝心の宝はどこにあるんや。詳しいことは温泉宿の女神が存じているはずです。彼女に聞いてみてはどうでしょう。温泉入るならそのおかみさんとも会えるはずだよね。その時に訪ねてみようか。では私はこの辺で。よし、それじゃあ第三の島に向かうで。折り返しやね。5つある中のお前ら出航やで。あいあいさーん。それではその温泉のある村に行こうか。あ、今回はリオの偵察はなしか。今までと違って見通しのいい場所だから偵察するまでもなく場所が分かったよ。この切断地帯がすぐ北だね。なんかとか楽しみだな。